フォレスト・ガンプ一期一 a は1994年公開のアメリカ映画。日本公開は1995年で配給収入38億円のヒット作品。タイトルのフォレスト・ガンプは主人公の名前。フォレストは白人至上主義団体であるクー・クラックス・クランの結成者として知られるネイサン・ベドフォード・フォレストから。ガンプはアラバマ州の方言で薄野郎、マヌけ。 愚か者を意味する。キャッチコピーは劇中にセリフとしても登場する。人生はチョコレートの箱。開けてみるまでわからない。このセリフはアメリカ映画の名セリフベスト100において第40位となっている。1985年にウィンストン・グルームが発表した小説、ホレスト・ガンプをエリック・ロスが脚色して制作された映画。監督はロバート・ゼメキス。主演はトム・ハンクス。 人より知能指数は劣るが、純真な心と周囲の人々の協力を受けて、数々の成功を収めていくスノロフォレストの反省をアメリカの1950から80年代の歴史を交えながら描いたヒューマンドラマ、第67回アカデミー賞作品賞並びに、第52回ゴールデングローブ賞ドラマ、部門作品賞受賞作品、映画は、 空中を漂う一本の羽が、フォレストの足元に舞い降りるシーンから始まる。物語は、バス停のベンチに座るフォレストが、バスを待つ人々に話しかけながら、過去を回想するという形で進行する。幼少期学生時代アラバマ州クリーンボーに住む、フォレストガンプーは普通の子供よりも、知能指数の低い少年で、背骨が歪んでいるため足装具をつけないとまともに、歩けなかった。 母親はそんな彼を普通の子供と同じように育てたいと考え、女手一つで公立小学校への入学も勝ち取る。入学初日、スクールバスに乗ることとなったフォレストは知らない人の車に乗ってはいけないという言いつけを思い出して戸惑うが、運転手と互いに自己紹介し合うことで乗り越える。バスの中では誰もフォレストを隣に座らせなかったが、ただ一人ジェニーという女の子だけは、 彼のために隣の席を開け、以後二人は自然と仲良くなる。小学校でいじめの標的にされるフォレストだが、ある時無我夢中で逃げているうちに走れるようになり、以後彼は足装具をつけなくても歩けるようになり、むしろ自転車でも追いつけないほどの瞬足を発揮し続けた。ある日、父親に怒鳴られるジェニーを見たフォレストは、その手を握って畑の中を逃げ回る。翌日、 彼女の父親が性的虐待を行っていたことが発覚し、父親は警察に捕まり、ジェニーは親戚へ引き取られた。高校生になってもいじめられていたフォレストは追いかけてくる同級生の車から逃げ切ったが、そのままアメフトの試合中のコート内へ侵入してしまう。しかし、それを見たコーチにその瞬足ぶりを見込まれ、アラバマ大学へ入学し、フットボールチームに入る試合では、 いつも高成績を収め、全米代表選手に選ばれるまでになり、ケネリィ大統領に面会する機会をも得た。軍隊時代ベトナム戦争が始まった頃、無事に大学を卒業したフォレストは、特にすることもなかったのでスカウトを受け入れ、アメリカ陸軍に入隊した。志願者が集う、新兵訓練所行きのバスに乗り込む際、スクールバスの時と同様に、自己紹介をするフォレストだが、 お前の名前なんぞ知ったことか。と怒鳴られる。バスの車内では、やはり誰もフォレストを隣に座らせなかったが、今回は、同じアラバマ州出身のアフリカ系アメリカ人である、バッパことベンジャミンブルーが、隣の席を開けた。彼の家族は、代々エビ漁とエビ料理で生計を立てていて、自身も、軍隊生活で得た資金で、エビ漁師になることを夢見ている。息合し親友となった二人は、 共に訓練に励む、上官からの命令に対して、はいと答えるだけでよく、命令されたことだけをこなせば良い軍隊の生活は、フォレストに向いており、優秀な兵士となる。訓練後、ベトナムに出征することとなったフォレストは、落ちぶれて、ストリップ劇場。戦地では、川が入り組んだ、メコンデルタ地域を担当する、第9師団に送られ、軍人の家系である、ベテラン軍人、 ダンテーラー中尉が指揮する小隊へ配属される。進撃を続けていた小隊だが、雨季が明けた日に、敵の待ち伏せで窮地に追い込まれてしまう。フォレストは負傷した戦友たちを探し出し安全な場所へと運び出すも、すでに致命傷を負っていたバッパは、うちに帰りたいと言い残して死んでしまった。卓球全米チーム最後の戦いで尻に被弾した。フォレストは、両足を失った、ダン注意と共に、 軍病院で手当てを受ける。療養中の暇つぶしに卓球を始めたフォレストは、芝叩く間に才能を発揮。卓球全米チームに入るべく帰国し、母親が見守る中、戦友を救った勇敢な行為に対し、ジョンソン大統領から議会栄誉勲章を贈られる。その後、ブラックパンサー等の仲間として、反戦活動を行うジェニーに再会。フォレストはジェニーに自分の思いを伝えるが、 相反する立場のジェニーは、フォレストの前から去っていった。数年後、フォレストはピンポン外交の主役となり、卓球で世界大会に出場、テレビのトーク番組でジョン・レノンと共演するまでになった。さらに、ニクソン大統領とも面会する栄誉を得たが、その夜にワシントンで宿泊した。 ホテルウォーターゲートの客室から道を挟んだ向かいのビルに侵入者がいるのを目撃して警察に通報する。その後間もなくしてフォレストは軍を除隊となる。会社設立除隊後、フォレストは卓球で得た資金でバッパガンプシュリンプを設立。亡き親友バッパとの除隊後は二人でシュリンプボートに乗ってエビ漁を始めようという約束を叶える。設立後しばらくして、 ダンも加わるが、寮家は、かんばしくない。ある夜、後に、カルメンと名付けられるハリケーンが発生し、港に泊まっていた他のエビ漁船はすべて大破するが、たまたま沖へ出ていた、フォレストたちの漁船だけは、運よく無事戻ってこられた。以後は、大量が続き、人生に絶望していた、ダンも希望を取り戻し、やがて、バッパガンプシュリンプは知らぬ者はいないほど、 大きな会社へと成長する。そこで得た資金を、ダンは、フォレストの言う、果物の会社へ投資し、後に、同企業が上場したことで億万長者になった。あり余るほどのお金を手に入れたフォレストは、半分を、バッパの遺族へ渡し、残りも様々なところに寄付した。しかし、たった一人の家族だった母親を癌で亡くしたため、フォレストは、孤独な日々を過ごす。ジェニーとの再会ある日、家に、 ジェニーが現れ、数年ぶりの再会を果たす。彼女が人生に挫折したことを知ってかしらでか。フォレストは不器用なりに、ジェニーを愛し続ける。いつしか、ジェニーもそれに応えるようになり、幸せな日々を過ごす二人。だが、人生の成功者となったフォレストと、挫折続きの自分の人生に落差を感じたジェニーはある。朝フォレストに黙って、家を出て行った。数日ほど放心した後、わけもなく、 走りたくなったフォレストは、同棲中に、ジェニーから送られた、ナイキのスニーカーを履いて外へ飛び出し、ひたすら走り始める。何往復もアメリカ横断を繰り返す彼の姿を見て、大勢の人々が、フォレストの後を追うように走り始め、いつしか彼は、平和を願って走る男とアメリカ中の話題になる。やがてフォレストは、疲れたから、家に帰りたいと言い残して走るのをやめるが、 テレビでそれを知ったジェニーから彼の元へ手紙が届く。現在、ここから物語は現在進行に移る。フォレストがバスを待ち続けていたのはジェニーに会いに行くためだった。最後の聞き手である老婦人から目的地がバスに乗る必要がないほど近くだと教えられたフォレストは急いで走り出し、ジェニーが待つアパートの一室へたどり着く。そこに、 フォレストと同じ名前のジェニーの息子が帰宅し、ジェニーは彼がフォレストと自分の子供であると告げる。その後、ジェニー本人から、富士の家、アラバマのフォレストの家に帰り、結婚式を挙げる二人、彼らを祝福するために訪ねてきたダンは、死ン性の義足をつけ、アジア系の女性であるスーザンと婚約していた。ほどなくしてジェニーは亡くなり、フォレストは、幼少の頃一緒に過ごした木の下に、 彼女を埋葬する。そして嫌な思い出が詰まった彼女の家も壊した。フォレストが子育てに奮闘した末、かつての自分のように息子をスクールバスで小学校へ送り出したところで、フォレストの足元にあった羽が再び空へと舞い上がり、映画は幕を閉じる。監督候補は、テリー・ギリアムやバリー・ソネンフェルドの名前が挙がっていた。主人公であるフォレスト・ガンプは、実際に演じたトム・ハンクスの他に、 ビル・マーレーや、チェビー・チェイスなどにも出演依頼がなされていた。また、バッバブルー役には、デイビッド・アラングリアや、ジョン・トラボルタが予定されていた。フォレストが、ウォーター・ゲート事件を目撃したり、自宅に、無名時代のエルビス・プレスリーが下宿したことがあったりと、当時の事件や著名人が多数登場する。本作の重要なモチーフとなっている羽根が舞うシーンだが、 この撮影には巨額の費用がかかったことで知られる。映画監督の北野武氏の弁では、あれだけで自分の映画が一本撮れるほどの金額だという。フォレストがただひたすら走り続けるシーンでは、頻繁にハンクスの弟がボディダブルとして兄の代役を務めた。イルムが担当したブイゲイリーシニーズ演じるダンテーラーが足を失った後のシーンは、撮影時に シニーズの両足へ青い特殊な縫い物を当て、編集段階でコンピュータにより当該箇所の削除が行われた。ホレストラがベトナム戦争に赴いた際のベトナムシーンは、実際はサウスカロライナ州のゴルフコースで撮影された。この映画は背景の時代に合わせて、その時代に流行した音楽が登場することでも有名である。またこの映画のサウンドトラックは約一。 800万枚という大ヒットを記録した外観店内の様子1996年劇中に登場するババガンプシュリンプをモチーフにしたシーフードレストランババガンプシュリンプカンパニーが設立された2012年現在アメリカを中心に世界で20店舗を展開日本の支店は東京・高楽園の楽はないババガンプシュリンプ東京と大阪 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに隣接した、ユニバーサル・シティ・ウォーク・大阪内、ババ・ガンプ・シュリンプ・大阪と、東京、江東区豊洲のララポート豊洲内の3店舗である、株式会社 WDI により運営されている、ありがとうございます。